害のあらすじ。病気が始まる季節、春。舌打ちにサングラスを挟んだかわいそうな人ちょが遅刻ギリギリで登校中。その歩みはいつしか千里にわたる小さん的な健康的な散歩となった。だが一里歩くたびに将棋の駒が一個頭から生えてくるという奇病にかかってしまった。そこへ普段着でリーゼントのナミシャ監督が現れ、メガホンを振った。よーい、やつ走り。恋姫ドラマ演技。マナネームショッカーズ戦闘員さんの設定案より、東京国際エイプリルフールフェア。東京国際アニメフェアの一期当選とのコラボイベント、楽しかったのだ。ステージ2はまさに夢のショータイムだったのだ。ナミシャが口から火を吹いたり、ヒロリンがご来場者全員のおっぱいを揉み砕いたりしたのだ。リンリン、いくらエイプリルフールだからといって嘘も大概にせえ。残念ながらイベントに参加できなかったショッカーズの方々が信じてしまうだろう。それに揉み砕くとはどんな塩梅だ。揉みしだくのさらに上か。それに一期当選のキャストさんたちは実は全員お人形で、マイカさんが舞台裏でモノマネして陰慣れ的にひとちょさんとかにアテレコしてたんですもんね。姉上まで嘘に便乗しますか。動画工房ブースではナミシャとヒロリンの動画攻防を繰り広げていたのだ。何を言っているんだリンリン。つまりナミシャさんとヒロリンさんの動、つまりお腹周りがまるでリンリンちゃんのトラバッチのように独立した生命を持ったり持たなかったりして、動画攻防ブースで血は喧嘩をしたってことですよ。私のウエストの方が細いわよ。いいえ、私の方が細いわよ、的な感じで。姉上のつく嘘は説明が長くて分かりづらいですよ。あいしょ、細かいことは言いこなしなのだ。要するにタフのイベントはとても楽しかったということが言いたいのだ。うん、そうだな。それではエイプリルフールにちなんで、今まで言えなかった秘密を暴露しちゃいますか。おうなのだ。実はリンリンの本体はトラバッチじゃなくて、手首に巻かれたぶっといリストバンドなのだ。はあ、リンリンちゃん嘘ついてそうだな。どれどれ、嘘発見器で調べてみよう。私の B 地区をリンリンちゃんの B 地区にくっつけて、スイッチオン。うにゃー、 B 地区を通じて何かリンリンの体に流れてくるのだ。ピーピーピピピピピ、リンリンちゃんそれは嘘ね。いやー、そうなのだ、嘘800なのだ。やっぱりね、私のおっぱいは嘘発見器だから、どんな嘘でも見破れるのよ。やってられん。こんなことだからステージ2でパワーポイントが一瞬止まってしまったのだぞ。ああ、それは本当ですな。新ラジオ恋姫無双。と劉備役の後藤舞です。ハワワー、アイシャことガン役の黒川奈美です。ハワワー、リンリンこと張飛役の西澤ひろかです。はい、というわけで、はい、雰囲気変わりましたね。イエーイ、やったね。ね、今日からなんと新オープニングテーマ、はい、奥井まさみさんの歌う廉価大乱に曲が変わりました。わー、おめでとう。ちょっと私これ初めて聞くんだけどさ、ちょっと黙って聞いててもいいかな。ちょっと聞いちゃう。ね、ちょっと聞いちゃう。いい曲やな、かっこいいやね。サビまで黙ってたんやけどね。サビが聞きたいんだよ。まあまあ、これからねアニメも放映開始されてね、続々とみんなもね見ることになると思うんで、はい、楽しみにしててくださいね。そうですね。あと変わったといえばもう一つありましたね、変わった点が。そうです、そうです。皆さんお気づきになったでしょうか、オープニングドラマでですね、呼び方が変わりました、ついに。そうなんですよ、やっとね。そう、私がなんて呼んでた、なんて呼んでた、姉上、姉上、姉上。まあ、リンリンは変わらず、そうそう、リンリンとなんですが、どうかお姉ちゃん、そうそうそう、どうかお姉ちゃんになった、
はい、はい、というわけで買いました。まあこちらですね、うんうん、あのドラマ CD を聴きいただいたり、そうそう、あとアニメを見ていただいた皆様はもうすでにおなじみになりつつあるかと思うんですが、はい、アニメの2期が始まったと同時に、うん、こちらの方も呼び名が変わりまして2期バージョンに、そうですね、移り変わったという感じでございますね。はい、また楽しく一気盛り上げていきましょう。はい、はい、さてさて、今回の番組サブタイトルはマナネームエグッティさんよりいただきました、はい、エイプリルフールはどんな嘘をつこうか迷ってしまうのこととなっています。エイプリルフールねー、うん、嘘つく？嘘つかない。私も別にスルッと流しちゃうけど、うん、私ね毎年つこうかなって思って、うん、うっかりしてて忘れるんだよね、うん、なんかやるなら面白い嘘をつきたいんだけど、うん、考えてると何も思いつかず終わるみたいな、うん、今日さエイプリルフールじゃん、うん、ちょっと一人一つずつ嘘つこうよ。なるほど、嘘ついてもいいよっていう、ね、そう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 、なるほどね、うん、うん、なんだろうね、ちょっと考えとこうか、うん、番組のどっかで言おう、どっかで、OK、はい、さてこの番組は ATX などで絶賛放送中のアニメ新恋姫無双乙女対乱のラジオ番組新ラジオ恋姫無双です。さあショッカーズの皆さん、私たちと一緒にこれから30分大いに乱れ咲きましょう。天下30分の刑なのだ。この番組はマーベラスエンターテイメント、ポニーキャニオン、 ATX、 ネクストの提供でお送りします。新ラジオ恋姫無双、はい、残念ながら今日は普通歌がいつも来ませんでしたのでご紹介できません。なにナイツってー、騙された早速マイカの嘘ハードだったね今。本当そうってちょっと思ったけど、ちょっと微妙に間が空いてもね。本当だ、本当じゃないよ。何言い出したのかと思った。ね、嘘を言ったんだよ。オープニングで言ったから、あここだよと思って。ナイスだね。でしょでしょ。嘘ですので皆さんご安心ください。いっぱいお便り来てますよ。送ったはずなのにと思ったよね。そうよね。うん、あのちゃんとご紹介しますので安心ください。さてさてその前に恒例のおやつでございます。はい。はい、このおやつは。はい。ナミシャ、そう、なんか紹介して。うん、先日行われました、うん、東京国際アニメフェア in、うん、ビッグボックス。ビッグボックスということで、ビッグボックスのおやつ。高田のボックスあれなんでしたっけ、あれって。なんだ、すいません。規模。わかりにくいと思いますが、すいません。ビッグサイト。そう、ビッグサイトの。なんでね、今ね、ナミちゃんがビッグボックスって高田の場合にある建物の名前を言ったのかというと、マジボケなんだよね、これ、ね。はい、ごめんなさい、本当に。ビッグボックスってね、高田の馬場っていうところにあるのですよ、本当に。ボーリング場だとか、そうそう、カラオケボックスとか、ね、居酒屋が入ってる施設なんだけどね、はい、なんですけど、そこでやったって本当に言っちゃったんですよ、私ね。そうそうそう、お間違いこれをね、ちょっとしょうもない嘘でした。これはビッグサイトのお土産のおせんべい。そうだね、はい、ね、ビッグサイトせんべいです。そういうのあるんだね、うん、3種類入ってますね、うん、辛いのとごまのと普通のと、うん、私普通の、普通のにはなんとほらビッグサイトの絵が描いてありますよ。すごいよ、すごいよ、うん、なんか外国の方にも分かりやすいように東京インターナショナルエクシビジョンセンター。おー、読めてよかった。読めた、私読めた、読めないんじゃないかなと思ったよエクシビジョンのところ、すごいよね、ちょっと怪しかったね、うん、東京ビッグサイトってちゃんと。じゃあヒロリン何食べる、ね、ごま、ごま辛いの。あ、じゃあ私辛いの食べる。辛いの大丈夫、辛いの、うん、まあ、じゃあ分け分けしよう、うん割って、なるほどね、最初に悪い人なのね。あのビッグサイト粉砕しちゃったけどごめんね大丈夫ね、ゴジラにも壊されたもんね。あ、そうなの、確か壊されなかった、気がする。よし、うん、いただきます。はい、いただきます。いい音、うんうん、うん、辛い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 、動きが止まった今、おせんべい食べたら、うん、あ、辛い、でもごま、ごま食べな、うん、普通のもあるよ。うん、あ、結構辛い。本当？だって結構これ七味がものすごいついてるよ。うん、あ、辛い。食べられないよ。食べられない。3段階できた。あ、辛い。どんだけ辛いんだよ。本当に辛いんだもん。私なんかちょっと、うん。けど美味しいです。ひとかけらだけ食べよう。うん、食べてみて。うんうん。私辛いの苦手な私が。うん。全然大丈夫だよこれ。本当？本当に？うん。
どうしてだろう。辛いの苦手ならちょっとにしといた方がいいと思うよ。うんうん、辛いの大丈夫なら全然いける。あう、どうだどうだどうだ、辛いのダメなんだけど、うん、これは大丈夫、いける。あとからくるよ。これ七味だからさ、うん、3段階で、うん、あ来たでしょ。ほら最初あれそんな、あほら最初にって思うんだけど、あのね、すごい下の奥の方からふわーってやってくる。あははは、喉に来るこれ。けどこれいいですね、3種類入っててすごく、うん、ね、バラエティに飛んでるね、うん、得だと思います。喉に似てる、うん、ビッグサイトに行った際にはお土産、うん、はい、どうぞ。そうですね、はい。ビッグサイトといえば、はい、先日行われました、うん、東京国際アニメフェアのハートなどが、うん、本当にね、良かったんですよ、ね、たくさん来てくれた人がいっぱい、うん、まずメールいきますね、うん、マナネームレレレンのレモンさんよりいただきました。ありがとうございます。ナミシャさん、ヒロリン、マイカさん、ハワワー、ハワワー。東京国際アニメフェアでの特製ネームカードお渡し会とコラボイベント、お疲れ様でした。お疲れ様。はい、感想はもちろん楽しかったです、うん、最高でした、うん、ところでコラボイベントのキャラ当てクイズではヒロリン大活躍でしたね。次々と一騎当選のキャラを一人で当てていくので驚きましたよ。すごかったですよね、ラミシャさん。マイカさんは一騎当選のキャラはどのくらい知っていますか、といただきました。うん、はい、まずね、このお渡し会の感想なんですが、うんうんうん、すごくあのたくさんの方がね、まあ、100名限定ということだったんですけども、うん、来ていただきまして、うん、一人一人にお渡ししましてね、うんうん、ちょっとお話しする時間もねあったりなんかして、まあほんのちょっとなんですけど、うんうん、あのさらっとあの行かれてしまう方や、うんうん、ね、恥ずかしいあまりに多分ね、うんうん、とかちょっとね、あ、いつも見てますとか、うん、ラジオ聞いてますっていうね、うん、感想なども言ってくれたりとかして、うん、ラジオ聞いてますって言ってくれた人には、うん、漏れなく、うん、投稿してるって送ってねってもうきっちり言っといたからね。脅迫メーターね、リンリンリンからのもうね、ヒロインから眼光を鋭く言っといたので、今日たくさんみんなね、送ってくれてくれました、うん、ありがとう。本当にね、みんなあのラジオもね、うん、聞いてくれて、うんうん、あと作品もね、うんうん、もちろん好きでいてくれて、うんうん、本当に愛されてるなっていうことが直にお会いして ね分かりまして、うん、すごくありがたかったなと思って、うんうん、ね、いい機会をいただけたなと思いました、ね、そして、うん、あのコラボイベントの方では、うんうん、あの皆さん楽しんでいただけましたかね、うん、たくさんの人また見に来ていただけたんですが、うんうん、キャラ当てクイズといってね、お互いの作品のキャラクターを何人当てられるかを競争して、うんうん、まあ、あの宣伝タイムを、うん、アピールタイムをね、うん、いただけるっていう、負けちゃうと3秒だけっていうの、まあ、勝つと1分、まあ、結局3秒もなかったんだけど ね時間が押してて、そうだな、まあそのキャラ当てで、まあここに書いてあった通り、ヒロリンがすごく当ててくれたんだよ、頑張ったよ、優秀。最初のね、3人ぐらいは一緒に答えられたよね、一緒にほぼ同時にね、あのね、まあ孫健さん、孫健、孫作さん、孫作と、あと馬長とカンかな、ここはねバチバチといけたんですけどね、私あの予習をすべきか、うん、せざるべきか、すごくすごく迷って迷って会場に入りましたので、あー、なるほどね、あのポワーとした感じで行ったんですよ、うんうんうん、でなのでポワーンっていう予備知識だけがあったんですよ、うんうん、なので自信があるといえばあるし、ないといえばないっていう感じで、でね、パッて出てあの絵が、うん、それがね、全身なら私分かった自信はあった。よくね、うんうん、結構よくで覚えたりとかしたんだけど、はい、こうやっぱ顔だけだと顔面のね、この髪がちょっと切れるぐらいで出たから、あれ顔面だけだ、この人メガネの人だ、なんだなんだってなって、うん、ちょっとね、他のメールで、うんうん、ナミシャさんは緊張されていたみたいですがっていうのもあったんですが、あ、まあ緊張もありましたよ、うんうん、すごく、ね、ワクワクっていうのもあってね、うんうん、でも全く答えられず、そっか、ヒロリンポンポンってやったらね、ヒロリンからプロンってドラゴ出るわけですよ。ヒロリンはね、うん、あの勉強していきなさいって言われて、うん、でもアニメがほら今ちょうど普通の放送ではやってなくて、うんうんうん、だからとりあえず一騎当選さんの公式ホームページを見に行ったですよ、うん、そしてキャラクターを見て、うん、こう覚えて、えらい、男性キャラもいるじゃないですか、一騎当選は、うん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 、なので男性キャラも出るんじゃないかと思って男性キャラも覚えて、うんうん、でも気づいたんです、私女性キャラはすっごい覚えるの早いんですけど、うん、男性キャラが覚えにくくて、でも一生懸命頑張って覚えたのでね、うん、カンネイのキャラが男性キャラなんだけど、単発でちょっとなんていうの、うん、っていやらしく微笑む感じのキャラで、うん、これが出るんじゃないかとか予想までしたのに、残念ながらね、男性キャラは全然出ませんでした。あららららら、うん、
覚えたのに。だけど、うんうん、その頑張りがあって、うんうん、我ら新興姫無双チームが勝ちまして、うんうん、1分のアピールタイムを勝ちました。すごい長いね、1分ってね。そうなの。どんなアピールしたの？喋ることないかなと思ったらなんかダラダラしちゃってなんか余裕でね、ナミシャがほとんどいっぱいね、うんうんうん、アピールしてくれたんだけど、うん、多分1分あるから、うん、ゆっくりいろんなこと喋ろうと思ったら、うん、後半ちょっとねもう時間だよっていっぱい言われちゃって、うん、あわあわしちゃう、うん、だけどすごく良かったです。なんだかね、一期当選の方も、うんうん、恋姫無双も、うんうん、ずっと見てるよっていう人が結構いらっしゃって、それにはちょっと驚きと感動で、ね、なんかね、会場の人が見守ってくれてるような雰囲気じゃなかった？なんかね、一体感がありました。すごい優しい感じだった、うんうん、だからね、4月からの、まあ、一期当選エクストリームエグザクターで、うんうん、こちらの新恋姫無双乙女対談も、はい、すごく期待していただいてね、はい、うん、見ていただけるかと、うん、そう思いました。あ、そうだそうだ。そしてオープニングの方もね、うん、両方流れて、そう、作品とも流れて、そうそうそう、初めてそこで乙女対談の今回のオープニングも、うん、歌も聴いたし、絵もそこで、見ましたね。見ちゃった、先に。どうなんだった、うんうん、とにかくかっこいいよね。で、すっごいキャラがたくさん出てきて、うんうんうん、ね、うん、見応えありそうだね、じゃあね。ちょっとやっぱシリアス感も漂ってたね。そうだね、なんかクライマックスに向けてのみたいな、に向けてっていう感じが、期待感を煽ってる感じはあったかな。はい、じゃあぜひともそちらの方も見せて一緒に盛り上がっていきましょう。さて、はい、ここでもう一つメール読もうかな。はい、こちらマナネームランランランさんよりいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。マイカナミシャヒロリンハワワハワワ。先行放送見ましたよ。第1話目から飛ばしすぎでシリアス多めと聞き少し不安に感じていましたが奇遇でしたね、うん、まさか劉備がピーしてしまうなんて誰がこんなことを予想できようかと思ってしまいました、うん、また初回から1期からの食キャラクターたちが勢揃いしまさに豪華な第1話でしたよ。これからも小姫から目が離せませんねというメールをいただきました。はい、そう、先行放送があったんですね、うん、そうだね、TX、うん、さんの方で、うんうんうん、はい、ありましたけれども、うん、見た人はね、ね、うん、どうだったかな、うん、ねえ、イベントで先行放送で一話見ましたって言ってくれる人も多かったですよ、うんうん、そうなんだ、うんうん、つい私はまだ見てないって言っちゃったねえ、まあでも徐々にね、これからいろんなところでね放送されていくと思うので、うん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 、はい、期待しててほしいんですが、そうだ ね、 ね、本当に結構第1話からかなりないろんなことになってしまったのでね、うん、いや本当にこれはね言いたいけど言えない、うん、そうね、お楽しみにとしか言いようがありませんが、はい、期待しててください。してください。あ、そしてですね、じゃあ次普通をご紹介しますね。はい、マナネームおっさんさんからいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ナミシャさん、ヒロリンさん、マイカさん、ハワワハワワ。タフで、うん、お昼頃に動画工房ブースの前を友達と通りかかった時、うん、ナミシャさんとヒロリンさんのお姿を見かけた時はとても嬉しかったです。うん、お二人が大好きだった僕は友達とそのまま少しお二人を眺めていたのですが、そんな時ナミシャさんがどうやら何かを机の向かい側に落としてしまい、それを拾おうとしたようなのですが、うん、机から上半身を乗り出して落とし物に手を伸ばしていたので、そうすると必然ナミシャさんの下半身は机より高い位置に来るのです。そしてこうか不幸か、その日ナミシャさんはスカートだったのでスカートの中が丸見えでした。あららら。それに気づいたヒロリンさんが急いでスカートを押さえてあげていたのですが、てんてんてん、手遅れでした。すいません、見てしまいました。あまりに衝撃的だったのでそのまま固まっていた僕は振り返ったナミシャさんと目が合い、あまりに気まずくてすぐ目をそらし、その場から立ち去ってしまいました。不可抗力とはいえ、パンツを見てしまった謝罪とこの春一番の思い出をくださった感謝をお伝えしたく投稿させていただきましたとのことです。はい、おめでとうございましたところがどっこい、はい、ちょっと訂正がありまして、うんうん、おっさんさんでしたっけ、うんうん、おっさんさん、それ私じゃありませんよ、うん、パンツが丸見えだったのは西澤ひろかさんであります。あのね、私、うんうん、その日は白のロングスカートだったですよ。確かに前にこう乗り出して覗いてました。下に乗ってたんですよね、はい、で、うん、ヒロリンなんですね、その短いちょっとふわふわのスカートを、うんうん、ピンクのスカートを履いていたのは、うんうん、でね、マーベラスの方に、うん、おいおいおいとうん、うん、見えちゃう見えちゃうってその時に慌てて止められてキャーってなったんですが、その前だったんですね多分ね、もう見えちゃってたみたいで、一瞬ね、うん、あって思ってちょっと、うん、大丈夫かなって思っ
たみたいだね。この人にはね本当にね前々から言いたかったんですよ。ちょっとね、うん、ちょっと気をつけなきゃいけないところが多々あるんです。そうね、はい、女性としていろいろマイカにもスタジオの中でスカイトちょっとペロってなってるところ直してもらったりとか、なんかさっきねこういう話をね打ち合わせの時してたらさ、うん、マイカが子供かって小学生みたいなもんでさ突っ込んでたんだけど、まさにそうなんです。でもよかったね、いい思い出提供できて。でもなんかちゃんとそれはさ、誰かが誰が見せたかっていうのはちゃんと、そうだね、ちょっとなんか見せ損だもんね。そうだね、間違えてちょっとね見せ損だし、そうそう、私ナミシャがしこりが残る。そうだよね、あれはナミシャのパンツじゃなかったです。そうそう、あれヒロリンのパンツです。、うん、すいません、そのなんかね思い出はずっと心の中で取っておいてください。そうね、 あまり人には言わないでください。わざわざねこのネタを ね提供するってことはどうかっていうね。スカーズなんかなんか履いとこうね、見えないようにね。はい、わかりました。そうだよ、登録の時。そうそうそう、登録の時じゃ中に履きたいと思います。そうしてください。スパッツ履いてる、スパッツ。スパッツは嫌だ。スパッツでね。はい、というわけで番組ではチョッカーズの皆さんからのお手入れをお待ちしています。知ったかも、積もれば山となる。このコーナーは私マイカが残酷史について真摯に学ばせていただくコーナーです。今日はいよいよ最後の授業です。うん、最後だってね。それでは先生、今回の授業は何ですか？今日はマナネームコーヒー大好きさんよりリクエストいただいた蒙古語について教えちゃうぞ。ん？蒙古語？蒙古語どういう字ですか？口語は口語、もうはもうは毛です。もうは毛。こうはこうは白の下に王のこう。おお、王子とかの王子。あ、そうです。ごはきさき。もうきさき、申し訳ない。あ、どうしたどうした。きさき、すごいね。毛こうご、毛こうごですね。毛こうごですね。うん、これは私でもなんとなくうっすらわかる気がするんですけど。ほんとほんと、ちょっと聞かせてください。これ普通に皇后はまあ普通の皇后ですよね。あのモーさんっていう名前なんじゃないの？あ、これモータクトーとかいるじゃん。ああいう感じでモー皇后なわけよ。モーという名前、秋篠宮夫妻みたいなもんよ。はいはいはい、そんな感じじゃないの？先生どうですか？ほとんどそれで合ってると思います。正解。最終回にしてまさかの生徒正解っていうか、ナミシャ騙しすぎじゃね。ナミシャ一言も発してないけど。すいません、ナミシャ画伯今回ですね、うん、最後ということで、うんうん、もう渾身の一作を先生先生今違う画伯よろしいですかそれ。はい。すごいな、ね、想像を超えたもの書いてるんだけど大丈夫かな。画伯ひどい。画伯そっちの毛ですか？え、こっちの毛ですか？はい、もうね今日は最後だという噂を聞いたので、うん、最後です。もう心置きなく書いておこうと。そうだね、思って。あの、でも残しちゃいけないもんね。気持ち悪い。あれ、それいいんですかね？どうか罵声は浴びせないでください。これニコニコ動画で書いてる人。もうほら最後だからね、もう素晴らしい画伯のなんか画力を見ていただこうと思いまして。何何、はい、女じゃないのって。あ、うん、そうだね、女だね。蒙古号はヒロリン的には女かと思ってたんですけど。はい、ですよね。候補だからね、うん、女の。ガハ君はこれは女性を書かれてるんですか？やばいやばい、ちょっとガハ君後ろのそれ何？多分毛慌てて書き足したんじゃない？髪の毛。あ、そうなんだ。女だったわと思って。ひどいよ。やばい。まあね、ぶっちゃけですね、今回、うん、知ったかのコーナーが最後ということで、うん、まあ、ガハ君の絵を楽しんでいただくがために、うん、まあ、この蒙古語を選んだみたいなところもあるんですよ。なるほどね。はい、はい、うん、できた、できましたか？気持ち悪い。もう怖いよ、これ。もう毛中なんだか分かんなくなってるじゃないですか。怖いよ、ちょっと。もう、なるほどね。そう、それで、誰の、誰の夫？
誰の夫だってこの人奥さんなんでしょ。あのナミシャが書かれてるのがちょっとなんか女性には見えない、あなるほどね、感じなので、じゃあナミシャからちょっともう皇后こちらの説明をいただけますでしょうか。はい、毛の多い皇后です。はい、もう皇后って毛の多い皇后だったんですね。あの皆さんのぜひ動画確認してください。はい、でも罵声は禁止しね。いいですか、はい、褒める方向でね、はい、褒めて伸びる方でね、はい、お願いします。この授業はフィクションです。もちろん正しい知識を習得したい方は自分で調べてくださいね。以上、知ったかも積もれば山となる最終回でした。新ラジオ恋姫無双、大喜利。はい、このコーナーは新恋姫無双からインスパイアしたお題に答える大喜利コーナーです。今回のお題はマナネームショッカーズ戦闘員さんが考えてくれました三姉妹からインスパイアしたお題。桃園の三姉妹、超三姉妹、孫家三姉妹など三姉妹が多い恋姫無双、そこであなたが考えた面白三姉妹を教えてくださいです。それでは早速皆さんのお答えを紹介していきましょう。はい、まず1本目、マナネームおっきい人さんよりいただきました。面白い三姉妹とは、アイシャ、ナギ、エーノ、風紀委員三姉妹。学校内の小さな悪事、違反まで徹底的に注意し取り締まる。学内では恐怖の対象。はい、判定です。うって言っちゃった。せーの、ドーン。合計は20ハワワー。風紀さん、風紀院三姉妹、はい、悪事は許さず。ありそうだよね。ありそう、怒られそう、うんね、でもクラスに3人いたらやだね、いやだね。家族おりずつならちょっとまだね、まだマシかなって思うけど、でもなんかその3人ザーッと並んで、校内練り歩いてほしい、見回り。ただ不良じゃないから。でもそこゴミみたいな、徹底的に注意しまくるっていう感じはあるかも、はい、ありがとうございます。続いてマナネーム戦場の子羊さんよりいただきました。はい、面白い三姉妹とは、劉備、炎章、聴覚でボケ担当三姉妹。誰か突っ込んであげてください。判定は、せーの、ドーン。ドーン。合計は21ハワワー。はい、確かに、ボケね、私ちょっと今回点数低めだったんだけど、別にボケじゃない。あ、そう、確かにツッコミではないけれども、ボケじゃない。ボケでは、ボケ天然とボケはまた違うよね、まあ、確かに。でも三様の感じはありますね。そうそう、私ね、ちょっとね、あの点数出すのこれ炎症ってボケだっけって思って、まあ誰かが突っ込んであげないとっていうところは、あるんだなとかね、ちょっと考えてて、なんかずるっとだし、演術でもありかなっていう、そうね、そうね、ここではあるよね。演技、多分この中にいたら優美突っ込めると思う。確かに。ただ突っ込みにキレはないと思う。そこは否めない。そこは否めない。はいはい、ありがとうございました。続いてマナネームパープルパンサーさんよりいただきました。面白い三姉妹とは、張飛、テイク、カクカで、頭に何かいるぞ三姉妹。判定は、せーの、ドーン。合計は、23ハワワー。いるいる、いるいる。え、でもカクカって何かいた？カクカは、妄想が頭にある、だって。ああ、そういう意味で。それだったらこれだな。お、9点ちょっと上がった。ってことは、ちょっと上がったよ。足しとく。はい、あ、みんな上がった。説明を聞いてちょっと上がった。ちょっと上がった。判定は26ハワワー。あ、なるほど、このことだったらね、張飛はトラバッジ、テイクはコケ、コケちゃん、で、カクカには
妄想。なるほどね。そう、カッコ何もいないよなと思って、タニャッと思った。なるほど、うまい。うまいね。うまかったですね。はい、ありがとうございました。まだいけますかね。はい。次はですね、恋姫以外のネタで来ましたよ。はい。マネネーム、大巨人さんよりいただきました。面白い三姉妹とは、ピーマン、人参、玉ねぎで、子供嫌いな野菜三姉妹。判定は、せーの、ドーン。合計は、28ハワワ。わかる、かわいい。これかわいくないね。かわいい、ね、私も食べれないのよ。あ、何食べられない？ピーマン。ピーマン食べられないの。人参と玉ねぎは好きだよ。食べられるの？食べられる、食べられるよ。食べられるの？ピーマン嫌いだけど。そうなの。ヒロリンは？人参が嫌いです。人参が嫌いなの。そうですか。じゃあ食べられるようになるように、大人だから頑張りましょうね。はい、ありがとうございます。何この雰囲気、ほわんとしちゃった。まだいけますかね。では続いてが最後です、はい、マナネームはるはるさんよりいただきました、面白い三姉妹とは、数量限定、初回限定、特別限定による限定三姉妹。おー、はい、判定は、せーの、ドーン。合計は29ハワワ。確かに、弱い、ね、季節限定とかね。あ、いいね。あるある、4姉妹になった、ね、まだあるかな。あと、なんとか回転限定は言わないか。でもあれはあるよね。あるある。回転いいね、いいね。限定グッズとかね、恋姫にもね、たくさん限定版が、そうね、はい、ありますので、出たりするので、初回限定、はい、それも出ますのでね、まあ、そちらの方もちゃんと見ていただいて、確認していただいて、お買い上げいただけると、ね、宣伝になっちゃった。はい、どうもありがとうございました。はい、お願いします。なお、現在募集中のお題は、番組ホームページでチェックしてくださいね。以上、恋姫的大喜利のコーナーでした。新恋姫無双からのお知らせです。まずはアニメ情報です。第2期アニメ新恋姫無双乙女対乱が放送開始しました。ATX にて4月1日より毎週木曜日の午前9時からと21時から、毎週月曜日の15時からと27時から、東京 MXTV にて4月8日より毎週木曜日26時から、テレタマにて4月9日より毎週金曜日25時半から、千葉テレビにて4月7日より毎週水曜日26時半から、ギフチャンにて4月6日より毎週火曜日25時45分から、三重テレビにて4月6日より毎週火曜日26時50分から、サンテレビにて4月9日より毎週金曜日26時20分から、TVQ 九州放送にて4月6日より毎週火曜日26時23分から放送します。はい、皆さん見てくださいね。はい、もう私たちは MX ですかね、はい、そうですね、見られるかもしれない。4月8日から、うん、覚えておきましょう。はい、続いてブルーレイ &DVD 情報です。第1期アニメの第7席と8席を収録したブルーレイ &DVD 第4巻は4月7日発売です。初回特典の出張版ラジオ CD には七の子と長君役の高橋千明さんがゲストに来てくれました。ジューシーポーリー、イエーイ。イエーイ。詳しい情報は公式ホームページで確認してくださいね。はい、さらにアニメ新恋姫無双乙女対乱の第1席と2席を収録したブルーレイ &DVD 第1巻は8月4日発売予定です。秋だ。秋が早かった。夏だね。初回限定特装版特典は、今夜はどっちで寝るの？もっと色っぽく。今夜はどっちで寝るの？もうちょっと可愛さ出そうか。今夜はどっち、もういいでしょ。そうそう、ツンデレリバーシブル枕カバー過去ピロートーク CD 付きの予定です。もちろんスタッフ裏話&設定満載のブックレット、出張版ラジオ CD、原作書き下ろしスリーブジャケット、
テレビエンド壁紙データなども搭載し、2期も盛りだくさんな内容になっています。ぜひかりん様と添い寝しちゃってね。はい、続きましてラジオ CD 情報です。新ラジオ恋姫無双ボリューム1再編集版が4月2日明日だよ。もう発売されます。BGM に新たにゲーム新恋姫無双の音源を使用し再編集された通常放送第1回から13回放送の MP3 データに加え、かりんこと曹操役の前田由紀恵さんをゲストに迎えた番外編ラジオもついてきます。ボリューム2以降もよろしくね。以上、新恋姫無双からのお知らせコーナーでした。新ラジオ恋姫無双、新ラジオ恋姫無双、エイプリルフールはどんな嘘をつこうか迷ってしまうのこと、そろそろお別れの時間となってしまいました。はーい、はーい、 いやー、うん、曲変わったね。変わりました、ね。うん、あいやって言ってるよ。言ってるね、うん。こちらがですね、うん、演技の三姉妹、はい、カウン、ソウソウ、ソンサク様で、うん、三乙女だね。あ、三乙女か。演技の三姉妹じゃなかったね。三乙女の三人で歌ってます。勇気凛凛になってます。面白いね、この歌ね。ね、しかもこの三人の取り合わせがすごくないと思いません？普通。そうなんだ。ね。でも、あの各軍から一人一人がね、そうで代表選手来てもらったっていう感じだよね、うんうんうん、きっと。そうなんです、うん、これはですね、あの歌が大体、ま、全体の4割ぐらいで、うん、あとがセリフラップみたいな、うん、そうなんだ、構成に、うん、こんな感じ、うん、皆さんちょっとあの覚えにくいかもしれないけど、うん、でもすごく盛り上がれると思うので、うんうんね、放送でも、うん、覚えて、うん、はい、勝手に振り付けして踊ってほしい。そうだね、そうだね。なんか振り付けがなんかさ出そうなノリがあるじゃない、うんうんうん、ね、うんうん、すごくあのアニメのね、エンディングの、ね、流れも楽しみだと思いません？うんうんうん、気になるところですが、どんな感じがつくんだろう、ね、楽しみですね、うん、そちらの方もお楽しみに。はい、さてさて、この番組では皆さんからのお便りを大募集しています。ソーター各コーナーはもちろん、アニメやラジオの感想など何でも OK です。はい、メールアドレスはすべて小文字で、はわわ @onsen.ag/hawa@onsen.ag です。番組紹介のメールフォームから簡単に送れますよ。さらに番組ではこの時代にあえてメールではなくおはがきも募集しています。宛先は番組ホームページをご覧ください。何でもいいですよ、どんどん送ってきてください。続いて登録情報です。今月から名古屋、大阪、東京の全国3カ所を巡る新ラジオ恋姫無双公開録音ツアーへのご応募、ありがとうございました。はい、大阪、東京会場をご希望された方々には本日4月1日頃に当選メールを送付させていただきます。もう届いたかな、うん、また名古屋では公録ツアー番外編と称して4月10日土曜日12時30分からコミック虎の穴名古屋店でトークショーなども開催します。詳しい情報は公式ホームページなどをご覧ください。直接お会いできるのを楽しみにしております。なんだかんだでもうちょっとだね。そうなんですよ、ドキドキ。話が出たときはまだまだ先の話だなぁなんて思ってたんだけど、ね、でもですね、楽しみにしてますので、楽しみです。皆さんも風邪ひかないようにね、はい、さて来週からですね、新コーナー乙女鍛錬を開始します。お、私たち東映の三姉妹がさまざまな鍛錬を行いスキルアップを図るコーナーです。ショッカーズの皆さんからは鍛錬課題を募集いたします、うん、詳しい情報は番組ホームページで確認していただいて、どんどん送ってください。はい、お願いします。それでは今回はこの辺でお別れです。新ラジオ恋姫無双、エイプリルフールはどんな嘘をつこうか迷ってしまうのこと、お相手は頭角と劉備役の後藤舞と、愛者こと顔役の黒川奈美と、どんな嘘をつこうか迷いに迷った挙句すっかり忘れておりました、リニーこと調布役の西澤ひろかでした。また来週。この番組はマーベラスエンターテイメント、ポニーキャニオン、ATX、ネクストンの提供でお送りしました。コメントプレイバック。
内のまべちゃんにて翌週の金曜日に配信されるこの番組へのコメントを取り上げるコーナーです。今回は第23回24回放送を振り返りましょう。はい、ではでは早速いきたいと思います。はい、第23回20分23秒についたコメントです。うん、3校とは大尉、使徒、司空の役職で当時の最高役職である。4世代にわたり三皇という役職を輩出した遠家などを四世三皇と呼ぶ。へー、知ったかコーナーの四世三皇の正しい補足説明だそうです。そういうことなんだ。俗遠家からはこの三皇と呼ばれる役職の人たちが出てたってことなんだ、ね、そう、ね、優秀なんだね遠家、優秀なんです。なんかさ、優秀なんですか、恋姫、お金の力ですか。まあ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 、莫大ななんとかやらみたいな。でもさ、お金を稼ぐ能力がそれだけあるってことだから。そうですよね、才能ですよね。なんかさ、恋姫のさ、遠家って言ったらずっこけキャラみたいなイメージがあるから今、そんなイメージないからびっくりしちゃった。ね、そうなんだよ ね、なんかあの、知ったかのコーナーに、うん、ところに実はいつも誰かが正しい補足説明を書いてくれてたんですよ。正しい ね、知らんかった。え、それ聞いてさ、タタタタって打てるわけ。詳しい人が書いてるんじゃない。すごいね、バーガーだな、こんなことも知らねえのかよ、カカカカカってまさに三国志好きの方も聞いてくれてるってことです ね、すごい。だってさ、大尉は年とはなんとなくわかる気がするけどさ、司空って一体どんなことをするのか全くわかんないけど強そうだよね。強そうなんかわかんないけど強そうだよね。ではですね、次紹介しますね。第24回17分39秒についたコメントです。はい、いいね、序書。これですね、はい、名畑目さんが序書が好きだとおっしゃってましたね、ところについたコメントですね。なるほど、なるほど。好きな武将のお話をしてた、うん、はい、あ、ナミシャは、はい、あの一期当選ラジオの方にゲストで行った時に、うん、各家が好きだってそう聞かれて、ね、まあ結構いるんだけれども、その中で言うと各家って言ったんですよ。その、まあ私が各家を好きになったきっかけが、まだ各家がこの新恋姫には出ていない時だったんですけど、曹操についてる、まあ、軍師として、うん、まあ、ちょろっとだけ知識がありまして、私の中にも、うん、なんか短命なんですよね、すごく。でもその曹操様に付き従いというか、すごく自分 の、うん、あの意思を持った発言をされてたみたいで、そこにね、私はなんとなくキュンときまして、うん、まあ、何より蒼天航路という漫画がありまして、そこから入ったので私は、うんうん、その中に出てくる各家が好きだったんです。ナマちゃんはあの横山光輝さんの三国志のその序書の顔が好きだっていうのだったけど、そのつながりで言うと私もそこだったんです。ヒロリンはね、うん、脅威が好き。脅威？嘘です。わかりわかり、初夏的な孔明が好き。嘘です。それは本当に。なんだよ。別にね、あのね、本当にエイプリルフールだってパンツ話は本当だからね。そこだけは本当だよ。苦しかったね。頑張った。頑張ったね。はい、以上コメントプレイバックでした。